ホーム貨物取扱い、専用線安全駅は、神奈川県横浜市鶴見区安全町一丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道鶴見線の駅である。駅番号は、ジ例六。当駅は、路線名称上では、鶴見線本線のみの駅であるが、1996年3月に、隣の武蔵白石駅から分岐する大川支線の車両を更新する際に、 武蔵白石駅の大川支線ホームが撤去されたため、大川支線の列車は当駅で本線から分岐することになった。そのため、運行上では当駅が本線と大川支線の分岐駅となっている。なお、大川支線の列車はすべて本線に乗り入れて、鶴見駅発着で運行される。大川支線の正式な起点は2020年現在も武蔵白石駅であるため、 武蔵白石駅園と大川駅の間の運賃計算においては当駅、武蔵白石駅間は含めないで計算する。JR の特定特市内制度における横浜市内の駅である。安田財閥創業者であり、鶴見線の前身である鶴見臨港鉄道を支援した安田善次郎にちなんで付けられた。島式ホーム一面二線を持つ地上駅である。駅舎側から 乗り場は順番に1番線、2番線となっており、ホームと駅舎との間は、校内踏切で連絡している。無人駅で自動券売機、簡易水化改札機設置駅。トイレは一時期撤去されていたが、自治体の意見もあり2015年に新しく設置された。貨車入れ替え作業用の側線が数本あり、校内は広い。当駅では、 専用船発議者扱い貨物を取り扱っている。旧浜安全駅へ続く側線があり、この側線から、当駅に隣接する在日米軍鶴見所有、施設エリア2へ続く専用船と、旧浜安全駅付近にあるエリア I へ続く専用船が、それぞれ分岐している。専用船は、ジェット燃料輸送に使用されており、廃島駅まで貨物列車が運行されている。 1980年代まで、かつて駅西側に存在した東京ガス、鶴見工場へ専用線が続き都市ガス製造用の石炭輸送に使用されていた。また隣駅の武蔵白石駅が旅客駅である関係から、同駅周辺にある日本鋳造工場や富士電気システムズ、川崎工場へ続く専用線も、当駅分岐扱いとなっていた。9 浜安全域から分岐し、エクソンモービル潤滑油工場へ続く専用船も2002年頃まで存在し、清水駅から潤滑油が輸送されていた。2008年度の1日平均乗車人員は1625人である。無人駅のため、2009年度以降の乗車人員は公表していない。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り、 近年の年間発着トン数は下記の通り。一時期、安吉駅の安全、安全にちなみ、若者を中心に切符が大量に売れたことがある。ありがとうございます。